こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ワンドです。なんかすげえなんかお腹めっちゃ空いてきた。急に来ましたね。時間も時間ですか、ね、サクサクチョコボ食べようかな今ということで、本日も愉快にウキウキシコシコとマシュマロですね。では質問読んでください。こんにちは、質問なのですが、私は3日後に推しのイベントがあります。痩せようと思ったのですが、なかなか痩せれず、せめてむくみやすいので3日前からできるむくみ対策などあれば知りたいです。年齢痩せるつなし。まず舐めてるのか。男子かもしれないです。あ、男子かもしれない。男子なの。あ、確かにな。そう、確かにな。わかんないです。女子かもしれない。わかんない。でも、ね、結構ね、このむくみ対策とか、うんうん、いや結構ね、あのちらほらだとだいたいユアンド TV をまともに見てない。そうっす、ね、そういう人はちょっと出ちゃってますね、そもそもね。最近来たかも。でむくみってどこのって話ですよ。うんうんうん、ね、まずそれでしょ。だから手足がむくむもあるし、顔がむくむね。あとどこですか。まあ、内臓がむくむとか脳がむくんだりもするらしいよ。あのなんか二日酔いの頭痛って脳がむくんでるらしいから。らしいです。じゃあどこですかって話。具体性ないでしょ本当に。あと年齢と性別を書きなさいっていうのがルールじゃないですか。そういう子は痩せないですよ。なるほど。そういうことです。だからルールを学んで守らなきゃ。そんな3日後っつったって、この質問来てんのが、動画公開されたらさらに後だけど。そうですね。そうですね。3日後にどうこうできますかっていうね、こう、概念がダメですよ、まず。そこダメなんですよ。いつさ、何時、偶然、推しに、遭遇してしまうかもしれないじゃん。そうですね。ね。わかんないですよ。そうだよ、ほんと。急に、恋に発展するかもしれない。わかんないですよ。わかんないもんね。わかんないですよ。だから、準備ができてない段階で、もう論外ですよ、そしたら。それがね、実はめちゃめちゃ細い子からの質問でね、うん、ちょっとむくんじゃってみたいなさ、そうしたら、もうお前気づかねえわっていうレベルだったらいいんですよ。そんなお前、靴下の後ぐらいじゃわかんねえよ、みたいな。でも、痩せようと思ってたってことは、普段太ってるってことじゃん。うん。じゃあ、それを、その普段のね、生活を、悔い改めないといけないんですよ。そうですね。まあ、そっからですよね。そっから。で、ユアンドの動画見たら、概要欄に、セルフの小顔矯正、出てるじゃないですか。あります。その、顔は、まずそれ載ってるし、じゃあ、再生リストっていうのがあるわけですよ。見つけ方わかんない人いんのかな、再生リストって。一応もう一回言っときましょう。再生リストっつうのがあるんですよ。いやいやいや、まあそれユアンド TV の役立つやつっていうのがあって、はい、で、その中に自分でできるやつが出てるわけ。出てます。あとは人力を借りる場合もあるし、あとまあ、ふくらはぎだけだったら、ふくらはぎだけまとめてる再生リストもあるわけですよ。だからもうさ、見なさいって話。まず。で、普段2リッター水飲んでないんですよ、これ。来てる人かわかんないですけど、うん。いや、来てないと思うよ、だから。来てないし、見てない。見てない、うん。見てない子にするアドバイスなんかないでしょ。そんな残酷なこと言っちゃうと。愛してくれなきゃ推しと同じぐらい僕たちのこともさ違います。まあそうですね。愛してから質問してよって感じじゃん。でしょ。確かにね。でしょうが。確かにそうです。そんな都合のいいことをやられても困りますよ。そんなお客さんで来てて、ここで目の前で言われたらなんか、ああじゃねこじゃねって言ってあげるけどさ。なんだって、年齢も性別もわかんない状態でさ、3日後なんとかなりますかって。見ろやって全部見ろだって話でしょ。チャンネル登録はしてるのか、言わんと、TVの。TVの。うん。TVのね。そういうことなんですよ。だからそういうとこなんですよ。調査が足らんのですよ。聞いてみりゃいいかな、みたいな。マシュマロ聞いてみりゃいいかな。だからそういうとこなんだって。だから、きっと、言わんと TV のツイッターをフォローしてるかもしれないんだけど、うん、あれってさ、こう、ボットで勝手にマシュマロ募集してますっていうのが出るじゃん。出ます。で、それ見てやっちゃってるんですよ。で、そもそもそこに飛んで、トップコーティションで年齢と性別書いてくださいっていうのを見てないわけよ。で、そういう注意深さのなさ。U&TV に聞いたら、U&TV のどっかにあるわけじゃん。あります。美容整体院なんだから。探したかっちゅう話。探したのかっちゃう話。マシュマロいただいたのありがたいんですけど。いやいや、だからこれは、まあ怒られてるんですよ。そういう姿勢があなたを太らせて、むくませていくの。そうですね。ただで知れるのが、再生リストのここ、ペッペッとして、こうやってペッペッって見たら、あるの！探しなさい、ちゃんと。絶対
貼らない。どこのむくみか分かんないけど絶対貼らない。顔だけは概要欄に貼ってあるけど、あとは絶対貼らないんだから。意地。まあそうでしょ。もうなんかね、これはさ、何なんだろうか。動画にしてくださいの質問じゃないじゃない。だってそうですね、ネタにしてくださいじゃないじゃない。だからネタにされてますよ。こういうの良くないねっていうネタになってますよこれ。そういう人が痩せると思わないんだよ、だから俺は。まあまあ、いやいや、でもそれはそうですよ。だから通ってる患者さんでもやっぱそういう考え方の人いますから、ね、いるからね、うん、結婚式、1ヶ月後結婚式です、来ましたって人いるじゃん。でも何しろっつうんだよ、みたいな。うん、何すればいいんだ、どこからだ、何を目的としてるんだ、みたいな。どこさえ仕上がりゃいいんだ、みたいな。まあ、急いでやるはやりますよね。そう。だ速攻で効果出せるけど、うん、その、俺たちだって最善の、その体の持ってるポテンシャルの最高潮を持ってきたいわけですよ。だから期間をくれよと。本来はね。ね。だその期間金を吸い上げたいじゃなくて、そこに行かせてあげたいじゃん。わかります？僕たちを分かってください、本当に。日々を気をつけてくれよ、ちゃんと。簡単な話だよ。簡単な話が載ってるから。もう何、何毎月、月の頭になったら、コミュニティにさ、こう、水飲めとか、コメントはこうみたいな、こういろいろ出るやんか。見ろや。一生懸命やっとんじゃん、見ろや。なんじゃ、ほんとに。もう何のために動画投稿したのか分かんなくなるでしょ。こういう、そういうとこからだぞ、まず。そういう、じゃあ、俺からすると、じゃあそれだらしないんですよ、考えが。じゃあ、体型もだらしなくなってるんじゃない？ってなるじゃない。じゃあ、だらしない生き様ってことじゃない。じゃあ、そしたら、推しはそういう人を覚えてくれたり、愛してくれたりしますかって話で。ね？ファンを大事に。みんな、ファンを愛してるよみたいなこと、寝言こいてるけど、中でも、じゃあ、可愛い人を愛したくなっちゃうじゃん、そんな。自分がその枠に入れよ。なあ。3日前に焦るんじゃないよ。そういう人は、どの男子から見ても嫌だろ。3日前に焦ったぞ、こいつってなって。結婚式3日前に急にダイエット取り組み出したぞって言ったら、お前何してん今までってなるじゃん。そうね。これをもう教訓としてですね。もういいねをつけて保存しなさい、ほんと。な。声を大にして言う。大になっちゃったよ、ほんと。そんな予定もなく大になっちゃったね、ほんと。俺が選んじゃったんだよね、ちょっとか。俺が選んじゃったじゃなくて、このマロ主がもうこのマシュマロ送っちゃったの方が問題だし。そうね。考えて、よく見て、探して、ヒントはそこら中にある。なんかありますか、言ってやりたいことは。ちょっとまあちょっとね、言わんの手に深掘りしてもらって、うん、しっかり見てもらって、うん、そこに答えがたくさん転がってますから。そうですね、うん、そういうことだな。なんかありますか。いい恋しろよ。推しを追っかけて3日前に焦るよりいい恋できねえよ。どうやって恋すんだ、逆に。成就できねえだろ。成就できない。できないよ、そんなんじゃ。にしろ。おとしょ、ち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 ょ、急に来たよ。急に来たよ。最悪だ。消そう。危な。もう抑えきれなかった。振っちゃった自分が罪悪感だよ。そんに何これ。久々なんで、やっぱまずジャブから入れてから。ジャブじゃねえだろ。じゃないね。もう振りかぶった、お前マンブリパンチだったぞ今。あー、びっくりした。ということで、理解してくれよ。ご視聴ありがとうございました。